どうもみんな、お疲れ様。T です。 T です。飯食います。お腹空いたからね、飯にします。エムナルド。エムナルドも結局は頭使えば損はしないから、セットとかむちゃむちゃ高いねんて。新作バーガーとかあんねんけど、まあああいうのはちょっと置いといて、僕買ってきたのはね、まずはね、はい、ハンバーガー、チキンクリスプ、ツーバーガー買ってきたんやけど、まあそのまま食べても、まあバーガーはバーガーやねんて。まあアレンジして食います。アレンジどうやってアレンジするかというと、ハンバーガーあんじゃん、ハンバーガーあんじゃん、まあこれ食ったらまあ普通のハンバーガーと同じやわ。これチキンクリスプとハンバーガーがあります。こうやってね、チキンクリスプとハンバーガー、これを、それチキンクリスプは野菜が入っとんねんて、ハンバーガーは野菜が入ってないねんて。だからこれケチャップ味もついとるから意外と便利やだれ。でこれをこうやって、これがうまく剥がれるから、ここね、ここ一番剥がれるの、汁がついてから、汁系がついてないから剥がれて、これがあの関節バンズにします。それでこれ関節バンズ、あ、こっちはカリカリしとんな、こっちカリカリしとる方を関節バンズにするわ。関節バンズにしてこうやってやることによって、チキンハンバーグダブルバーガーじゃん、クリスプハンバーガー、略してクリバー完成です。クリバーです。じゃんじゃじゃん。こうするとね、あの一度で二度おいしいハンバーガーになります。人間俺思うんやけど、考え方一つで美味しい食べ物になります。もともと高い金出したら美味しいもん食るってわけちゃうねんて。高い金食い物なんて誰でも食べれる。安くて美味しくするのが知恵、人間としての知恵。それで僕今知恵を働かしました。これ200円かね、税込み200円でね、このクリバーです。クリバーいただきます。いただきます。クリバー、俺の味覚が狂っとるからわかんねー。それではみんな、視聴ありがとうございました。今君のハートは震えてるかい？ Love and Peace、 君のハートをわしづかみガシ。お疲れ様、ありがとう。よし。